んか聞いたことあるような見たことあるような企画。よし早速行ってみるぞ。行きましょうか。ピンポンピンポンでお餅入れてもらうぞ。茨城の人はどんなものを食べてるんでしょうか。行ってみましょう。お餅がない。そうおい納豆だよ。あ、じゃあここ、あら、セールスお断りとは書いてあるけど。はい、あ、こんにちは、ネバー。納豆の妖精ネバールくん、ネバーですけど、ご自宅の料理を一緒に 見させてもらってもいいネバーか。え、ご飯ですか。ちょっとあのお母さんいないんでちょっとわからないです。お母さんはいいって言ってたよ。お母さん嘘だけど。お母さん嘘ですよね。すいません、嘘つきましたね、ば。なんと。あ、嫌いだ。嘘、もう最悪なイメージのまま終わっちゃったよ。誰もいいよ。入れてくれないね、ばよ。じゃ、ちょっと押して、押して。突撃隣のね、ばご飯ですけども。偽物とかじゃなくて、あの怪しいものじゃない、納豆の妖精ネバー。ちょっとすいません、あのちょっとだけ、あの本当ですか。はい、あの本当のネバールくんなんですよ。あの知ってますか、茨城の。いや知ってますけど、ちょっと待ってください。あ、はい、これあるかもしれない、出てきてくれる。これ清掃してくればよかったね。はい、こんにちはネバー、初めまして。すいません、はい、あの突撃隣のネバーご飯ですよ。何ですか。ネバールくんネバよ。ちょっとちょっと。あ、いた。人いた。人いた。すいません。はい。あ、こんにちはネバー。お、すいません。突然すいません。あの、はい、わかりますか。わかるわかる。あの納豆の妖精ネバールくんネバよ。あの、そう、ちょっとあれなんですけど、何時今。あのね、これ終わってからこっちも仕上げなくちゃなんないもんで、ちょっとダメかな。ダメ。ダメ。怪しいネバね。ダメね。まず出てきてもらうようになんか言おうよ。そうね。あ、今、じゃあ今ちょっと一軒一軒回って調査してるんですけど、ちょっとお時間の方いいですかみたいな感じで、ぼんやりしとく。入れば絶対この時間な晩飯やるよ。もう。いや、どこでもいいよ、もう。なんとかして出てきてもらおう。すいません。ダメだったんじゃないの？ダメ。ダメ。一回行ってみる？あ、来た来た、なんか誰か来た。今、食事中とかじゃなくて、まださっき帰ってきたばっかりで。あ、そうですか。よかったら、どんなご飯食べてるか、今茨城県の人たちがどんなご飯食べてるか見たいんですけど、いいねばっかり。いいですか。おーい、いいよ。お父さん、いいですか。いいです。やった、やった。やった、やった、よし。すいません、もう入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう。ちょっと待って、粘るちょっと足引っ込む。長渕剛に言うと、自分で舐めれるくらい拭いとかないとダメだっつってやってたの。何でやったの。何の話だねばよ。お邪魔しますねばよ。うわ、でっけえ家だし。ちょっと想像してたの。すいません、
豆食べたくなったね、バカ。ありがとう。ここに住んでいいの、ネバル君は。全然もうその納豆が嫌いだよ。みんな閉じ込めた。あ、嬉しい、やったか。早いよ、どんどん。ネバル君、どんどん。飲んじゃって。嬉しい。